は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはファイターズの先発赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。いいところに決まってますよね。はい、変化球が決まっています。ノーボール2ストライクです。打った、高く上がった。さあ、そして打席には菊池が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。さあ、そしてバッターボックスには松山が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここですね。打ちました。さあ、そして打席には山本が入っています。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですよね。ワンストライクです。インコース、これは外れます。低めいっぱい、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。チェンジアップには反応しません。ボールです。さあ、5球目は何か。インサイド落ちました。これは外れます。これでフルカウント。さあ、これで決まるのか。インコース詰まりました。さあ、これからカープが守備につきます。バッターは西川。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。内に持ってきました。打ちました。バッターは2番に入っている太田。アドゥはまずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まってストライク。膝元をつきましたが外れました。内へのボール外れました。3番のワン、ツーアウトランナーありません。マウンド上アドゥア、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリー初球打ち、見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出します。2回になります。カープの攻撃、打席には5番バッター鈴木。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。赤星さん、この場面はどうしても。打ちました。左中間へ打球伸びる。打席には6番バッター相澤。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース打ちました。いい当たり。ノーボールワンストライクです。ライト方向流しました。バッターは DH バティスタ。ピットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。落ちる球にバットが回ります。打ちのボール打った。バッターボックスは8番野間。ツーアウトになっています。バッターボックスには代打のメヒア。ツーアウトになっています。レフトに持っていった。さあ、そしてバッターボックスには西川が入ります。いいバッターが続くところなので、なんとか決めたいですね。
さあ一打先制のチャンス。一点が重い試合展開ですから、ここで得点して勝利を引き寄せたいですね。なるほど、そうですね。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。3球目は何で来るか。ふわふわっと上がった。ここでカープ守備を変えてきました。2回の裏になります。さあファイターズ、この回は4番から始まります。中田が打席に入ります。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ストレート打った。これが3球目。うちのボール打っていった。バッターボックスには指名打者の横尾。アドゥはまずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れて。ストレート打った。打順は6番渡辺。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあここでファイターズ代走を送ります。初球大きく外れています。カープピッチャーが変わります。一塁にサヨナラランナー。ふわふわっと上がった。バッターは7番に入っている清水。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。ボールになります。次が2球目。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。はい、低めにストレートが決まっています。打ちました。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。打った。3回に入ります。カープ打順よく1番から始まります。さあ打順はトップに帰って田中。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここもファイターズのピッチャーが変わります。何で来るか。インサイド際どいところ、ストライクを取ります。キレがありますよね。確かにキレがいいように感じますね。ワンボールツーストライクです。一二塁間。さあ、そして打席には菊池が入っています。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで得点できればぐっと勝利に近づきますから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですよね。ランナーが動きやすいカウントになりました。ジャストミート。おー、ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、打たせるようなボールには注意したいですよね。まず何を投げてくるか。まず初球しっかりと見極めました。変化球打った。日本ハムファイターズ最後の攻撃になります。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番のレアード。カーブインサイド打った。ここは踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですね。
当たりはありましたね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあ、ここを抑えきれば勝利も見えてくると思いますから、ここは踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですよね。さあ、どうだ。4球目は何で来るか。セカンド、最後はライダー掴んでアウト。これで3アウト。